俺現在35歳。5年前に遡る。地獄はそこから始まった。俺はその頃出世して残業の毎日。帰宅すると、部屋がおかしいことに気がついた。テレビがついたままの部屋にウイスキーの空瓶。テレビの光だけで暗かった。そこにものすごい顔をした嫁がいた。俺は軽くパニックになった。ちょっと、どうしたんだ？なんで？どうしたもないだろ。お前仕事とか言いながら遊んでんだろ。普段の嫁は全くこんなんじゃない。何時だと思っとんや。お前いい加減にせえや。普段温厚な嫁から信じられない言葉が出てきた。仕事してたよ。遊んでる暇なんてないだろ。大体なんでウイスキーなんて飲んでるの？これ一人で全部飲んだのか？そうよ、何か？この辺でろれつが回らなくなり変に。こんなん大丈夫なわけないだろ。お前酒弱いじゃん。毎日飲んでるから慣れてるようだ。ちょっともう寝よう。その日は寝たが、まだまだ序章だった。次の日、嫁は寝たままだったが、朝早いので俺は会社に向かった。会社で昼休みに電話してみると。何？今日は早いの？明らかにおかしいテンション。酔ってた。いやいやまだまだ帰らないけどさ。昨日覚えてる？なんだ。ギャー、くそったれれあー。おい、大丈夫か？どうしたんだよ。明らかにおかしかった。しかし午後から会議。終わってから早退することにしたが。会議中事務の女の子が走ってきた。〇〇さんいますか？ちょっと、早く来て、大変です。会議室はざわめき、俺は背中に汗をかいて事務の女の子の後を追った。1階のロビーに来た。エレベーター降りて絶叫がこだまする。聞いたことのある声だ。やばい。頼む。そう思い走った。そこにやはり嫁がいた。おらー、〇〇の妻じゃい。うちの旦那殺す会社、許さんで。もうこの辺はパニックであまり覚えてない。救急車を呼んでもらい嫁を押さえつけていた。救急車に乗り病院に向かう。上司はまた後日話そう。電話してくれとだけ言われた。ひどく酔ってますね。何か精神科に通われていたりとかあります？いえ、おそらくないです。とりあえず精神病院に向かうと言われた。頭の中で兄ちゃんの気違いを、のアスキーアートがよぎった。マジかよ、と。精神病院に来た。この時嫁はもう寝ていたが、病院で先生に起こされる。ご主人このようなことはよくありますか？酒を飲んで暴れたりとか。全くないです。ただ昨日ウイスキーを飲んで、とまあ最近の近況や、自分の仕事の話をいろいろ話した。嫁は起きたがまともではないようだった。医者はいろいろ話を聞きたいから入院して様子を見たいというので従った。閉鎖病棟の保護室に入院だと言われた。看護師に入院するところを案内された。鍵を開けて入る病棟。普通ではなかった。そこにはいかにもという目つきをされてる患者がいた。さらに奥の部屋に案内される。また鍵の扉が開いた。そこには牢屋があった。映画とかで見たやつだって。こんなとこに嫁を入れるのは、とためらったが、医者も少しだけなのでと促され入院が決まった。いろいろ書類を書かされ夜に帰宅。会社に寄りたかったが、とても無理だと思い帰った。上司には電話して2週間休めと命令された。医者が1週間カウンセリングをした。診断はうつ病から来るアルコール依存性。ちょっとはしょる。退院したのは半年後だった。仕事は解雇された。どうも嫁が暴れる以前から会社に嫌がらせ電話があったそうだ。それが嫁だと判明。上司は分かっていてかばってくれてたらしい。会社からは通常より退職金がたくさんもらえた。なぜかは察して、アルコール依存性について、いろいろと入院中医者から説明を受けた。アル中は退院してからが本番。さて、そろそろメインが始まるか。退院後、しばらくは一人にはしたらいけないと医者から言われていた。寂しさから飲酒に走るそうだ。
しかし一緒にいるのは容易ではなかった。離脱症状というのが不定期に来るのだ。これがやばい。汗をかき目がおかしくなり暴れる。もうやばい。尋常ではなかった。半年経って離脱症状とかありえないんだが、普通酒抜いて数週間、長くても1ヶ月で収まる。もしかして入院中も隠れて酒飲んでたの？後で絵を調べたら大量にビールがあった。離脱症状を和らげるのは酒しかない。楽になりたいから酒を欲する嫁。それを止める俺。ボコボコになろうとも、酒を買いに行く嫁を止めるのが仕事になってた。一度でも飲んでしまうとまた地獄の頻度が増す。もう限界だった。ある夜疲れてしまい寝ていた。携帯電話の音で目が覚めた。警察からだった。〇〇さんのご主人さんですか？〇〇署の〇〇と申します。お電話失礼します。携帯電話は嫁からだったので動転した。え？〇〇さん、落ち着いて聞いてください。奥様が亡くなられました。アルコール依存の自殺率はすごいと医者から聞いていた。くれぐれも目を離さないでほしいと。しかし限界だった。自殺は近所のマンションからだった。オートロックのないとこ。嫁さん去年いくつだよ。相当若いだろ。28歳。嫁が鬱になった原因って何だったの？思い至る節ってある？結婚して寂しかったようだ。何か後悔でもあったのだろうか。結婚して暗くなった。飛び降りて死んだのに壊れない携帯。持って飛び降りたんじゃないと思うけど。バッグに財布と会所があったし。もう悲しみも通り越して自分が崩れていった。親を呼んで俺は葬式も出れずずっと寝ていた。なんだ、奥さんの変化に気づいてたんじゃん。生前、寂しそうで暗かった奥さんに何かしてやってたの？一緒に旅行したりしてたし、お金は自由にさせてた。会話もしてたが。一緒にはなんて？ごめんなさい。本当にごめんなさい。と震えた字で書いてあった。ちょっと思い出して気分悪くなってきた。ちなみに今も無職。俺がうつ病になった。そりゃなるわな。でも書けるってことはマシになったのか？家族や親友にも、どうやらうつみたいって相談できない人もいるもんな。嫁もそういうタイプだったんじゃないだろうか。真相がわからない。だから辛い。後悔ばかりして今でもなく、あの時悔しいのが、一瞬ほっとした自分がいた。そんな自分が嫌だ。そっか。じゃもともと旦那さんしか友達がいない寂しいタイプだったんだな。もしくは極端に自制しちゃうタイプとか。お疲れさん、もう考えるなと言っても無理だろうけど、お前には楽しむ権利があるのは忘れるな。奥さんを思って生きるのと、楽しみを封じて生きるのは別だ。楽しくていいんだぞ。すまない。泣いてしまった。ちなみに奥さんとの出会いは大学か？お見合いだ。付き合ったのはお見合いからしばらくしてから。そしてすぐ結婚した。嫁の親の詳細頼む。お父さんは公務員してたけど、嫁が高校の時癌で病死。お母さんはパートしてた。派手でもない普通の感じ。嫁はどこの大学出たの？国立。友達は少なかった。葬式に来てた友達はいないのか？自殺だったから親戚だけで済ませた。後で何人かあっちの実家には来たらしいけど。まとめると、結婚してからずっと家に引きこもって友達とも遊ばず、浮気もせずにテレビを見ながら過ごしてたってこと？そりゃ頭おかしくなるわ。ニートだってゲームって疑似的コミュニケーション手段があるからなんとか生きてるようなもんだぜ。辛い話であるが、アルコール依存の怖さがひしひしと伝わった。本人だけでなく、パートナーや周りにも影響を与えてしまうんだな。そこを分かってほしいな。意外とアル中だと勘違いして軽く見てる人多いけど、こんな恐ろしい病気なんだよ。
うつ病は薬でなんとかなる。だけどこれは薬がないんだ。我慢しかない。他者との関わりが少ないと、人間腐ってくよ。嫁は最後まで全部自分一人で抱え込んでいっちゃったんだな。そういう人いるから責められない。親戚にアル中が6人いるんだが、大体似たような人間がなるよな。気が弱い、強がり、トラウマあり、寂しがり、一人でいることが多い、昼に酒を飲む、安くてまずい酒を飲む。毎日帰宅が遅い、寂しい、上司や同僚とキャバクラとか言ってるんじゃ、もしかしたら浮気してるのかも、いつか捨てられる、とか暗いこと考え出して止まらなくなったんだろうな。警察が自殺した人間の携帯電話で電話をかけてくるのか。持ってた携帯電話から身元割れるけど、使用するかね？警察ひどいよ。自殺と断定されるまで俺犯人扱いされてたから。マジかよ。泣いてて錯乱状態だった俺に質問攻め。あいつら悪魔。警察は身内から攻めるからな。うちも空き巣入られた時、真っ先に父親が疑われてた。自作自演じゃないかって。麻薬がそこら辺で売ってると想像してほしい。テレビ CM とか勘弁してほしかった。テレビは見れなかったよ。わかりすぎて困る。うまそうにビール飲む CM とかきつかった。あんなのね、こっちの黒い水の泡なわけだよ。必死で忘れさせてるのに。タバコの CM よりあっちを規制すべき。慢性的なアルコール依存って、体質とか遺伝とか関係あるのかな？体質、酒に強い人がなりやすい。あとは性格も影響すると思う。遺伝に関してはわからんが、親がアルコール依存症の場合、子もアルコール依存症になるケースが非常に多い。趣味作るのって難しいよな。一人だと何かに興味持つきっかけがなかなかないと思う。確かにな。料理だって誰かに食べて評価してもらってなんぼ。車やバイクも人に自慢してなんぼ。ゲームも、一緒に語れる友達がいてなんぼ。まさに酒には飲まれるなとはこのことだな。命を飲まれるという意味か。もう一話しっかり生きたらそれでいい。辛すぎるだろこれ。皆さん気をつけて。酒を否定はしないけど、自分は狂気だと思ってる。考えはそれぞれあるとは思うけど、タバコと同じように害あることも知ってほしい。俺は、20世紀の終わり頃、大学受験を終えて都内の某大学に入学した。自分の見込みよりワンランク上の大学に入れて、親も喜んだ。学部でやりたいこととか何もなく入った大学だから、この時点で目標はなくしていたけど、とにかく誰に言っても通じる名前の大学に入れたことが嬉しかった。今の大学生ってどうなんだろう？新歓コンパ自体はあるよね？未成年をサークルの新歓コンパに誘って、飲むのかな？当時の我々は普通に未成年でも酒飲んでたし、大学生なら未成年でも酒飲んでいい、ってなんとなく思ってた。けど、飲むのはそういう集まった時だけだから、習慣飲酒にはならなかったな。普段の平日は飲まずに寝てた。とにかく、大学生になって、酒を飲めば酔うことが分かった。酔うと楽しいことは分かった。周りも潰れるまで飲むし、自分もそうした。だけど、飲み会の後友達のアパートになだれ込んで、寝た後起きると、自分だけ妙にシャキッとしてるのが分かった。みんな潰れて寝てるのに、みんなのために朝飯を買いに行ったり、コーヒー入れたりするのが自分の役目になった。要は、自分は酒が強かったんだ。いくら飲んでも翌日残らないし、逆に飲みすぎたからもうやめようとも思えない。飲んでも飲まなくても、翌朝は同じなんだよ。まあ、でも酒は飲まないのが日常だったから、普通に過ごしていたんだ。大学1年生の夏、テニスサークルという名の飲みサークルになぜか入った俺は、2泊3日の合宿について行った。
貸切バスの中で飲んで、宿に着いたら飲んで、起きた人だけ適当にテニスして、って予定だったと思う。俺は車酔いがひどいことを忘れていた。車酔いで少しゆっくりしたくなってきた頃、ビールが回ってきた。ゆっくりビールを飲むと、なんだか気持ちが良くなって車酔いを忘れられた気がする。俺はビールを3本ほどもらって飲んでみた。すると、車酔いもすっきり。テンションも上がってくる。改めて自己紹介のマイクが回ってくる頃、そこそこ酔ってて調子よくペラペラ喋ったら、大受けした。それに気を良くして、周りも酒を勧めるし自分も少しでも酔いが覚めると車酔いが襲ってくるので、際限なく飲んだ。便所も行かずよく飲めるな、って思うけど、350缶10本は飲んだ。まあ、周りも酔ってたし若いんでそのまま宿に着いたんだ。まだ昼だったと思う。いきなり布団敷いて寝る先輩に習って俺も寝た。けど、夜の鍋パーティーの時に起きたら結局シャキッとしちゃってるんだよ。そのまま、今度は朝まで飲まされてまさに飲みサーの合宿って感じの夜を過ごした。楽しかった。結局、その合宿は一つも玉も打たずただ飲んで終わった。こんなサークルだから、飲めるやつって廊下だけで目立つようになった。水曜と土日が休みだったから、火曜と金土日宿は欠かさず飲みに行くようになった。安い飲み屋に行ったり、缶ビール買ってアパートでうだうだしたり。それって青春っぽいけど、ただ飲むだけ。人を見ても、飲みに行けるやつかそうでないかしか選択がない。徐々にアルコール中心の生活になっていく。授業もサークルの仲間からのノートでなんとかなるので、勉強にもいまいち気が入らなくなってくる。恐ろしいもので、自分はこれでも充実した学生生活を送っているつもりになっている。飲みに行く前は、ほんとワクワクしたんだよ。徐々に、飲みに行けない日が寂しくなってきた。友達と会っても、酒がないと何も話せなくなっていた。酒を飲むことしかしてないから、何の経験もない。ただ酒飲んで同じ話を何度もして、猿みたいにケラケラ笑うだけの集団ができていた。俺はそいつらこそ親友だと思ってたし、きちんと俺らみたいな酒しか飲めないアホとは付き合いませんって距離を置いた賢い人々を、つまんねえやつ、とレッテルを貼って見下してた。自分の場合、酒飲んでも気持ち良いとか気分が良いとか全くないな。たくさん飲むことはできるが、アルコール依存にはならないだろうから良かったのか？基本的に酒強い人の方がアルコール依存症に圧倒的になりやすいから、気をつけといた方がいいよ。酒好きな人ってこういう感覚なんだね。その頃でも、一人で家で晩酌もしなかった。一人で飲んでも寂しいだけだって思ってた。なので、本格的なアルコール依存症の道はまだまだ歩まないでいる。大学2年の前期、実家に帰ってしこたま酒飲んできた酒飲み友達の中の一人が、明らかに酒が抜けてない調子で2限に出席してきた。そのまま学食で飯食おう、ってなって、食券買って定食もらって席に着くと、そいつが、リュックから缶中杯2本出して1本を俺に差し出した。そいつが言うには、二日酔いには迎え酒が一番効くってことだった。需要も酒飲んだくらいで受けた方が理解が深まるって言ってた。そいつ自身ヘロヘロで、何言ってるかわからなかったんだけど、酒を飲むこと自体にポジティブなイメージしかなかった自分は、へえ面白そうくらいにしか思わず、何の疑問もなくグビグビ言った。アホか。まあ大学生なんてこんなもんだよね。確かに、酒飲んで受ける午後の講義は面白くて、なんかこっちの方がいいわって思えた。その日から、学食に缶中杯が並ぶようになった。そんな俺らからは明らかに人が去っていった。その頃、テニサーの中でもアル中と呼ばれてヘラヘラ笑ってた俺は、ありえないことに、酒ばかり飲んでる俺は尊敬されてるって思い込んでた。その頃、前々から可愛いなって思ってた同級生の女の子と少し親密になる。親密になる、っていうか、その子が、俺があまりにも酒を飲んでるんで心配して関わってくれたって感じかな。よく、今何してるの？
ってメールくれてたけど、飲んでるよ。って言うと悲しそうなメールしてくれた。その子は、買い物一緒に行ってくれる？とか、免許取ったからドライブしてくれる？とかいろいろ誘ってくれた。多少寄っていく時もあったけど、一応その子の前では酒は飲まないで過ごしてた。その子は北海道出身だったんだけど、俺は千葉で小さい頃から何かといえばディズニーランドに行ってた話をしたら、すごい興味を持ってくれてた。小学校の卒業式の後、クラスの仲間で子供だけでディズニーランド行ったんだ、とか、高校の創立記念日の休みに野郎だけでディズニーランド行って大はしゃぎしたとか、そんな話をしたら本当に羨ましがってくれた。その子が初めてディズニーランド行きたいんだけど、何もわからないから、一緒に行って教えてくれる？って言ってくれた。いいよ何人で行く？って聞いたら、二人でいいよって言ってくれて。もう、俺は大興奮して、なけなしのバイト代はたいて某セレクトショップに直行してマネキン買いし装備を整えた。約束のその日、早起きして風呂に入り、衣装に着替え、鼻毛、髭を整え、入念にワックスで髪を整え、最後のアクセサリーとして、缶ビールを一本開けた。とにかく、自分に自信がなかったんだと思う。酒を飲んでる自分に、ありのままの自己イメージが負けてたんだと思う。舞浜駅で待ち合わせるまで、キオスクで3本はビールを開けてあった彼女は、本当にとびきりのおしゃれをしてきていた。なのに、俺は酔っ払っている。彼女は悲しかったろうな。昼飯をレストランで食べるとき、俺はリュックからビールを出して飲んだ。どうだ、と言わんばかりに。とにかく、シラフの自分への自信なんかとっくになくしていた。その時、彼女はしばらく何も話さなかった。まだ途中までしか読んでないけど、ネズミ国って外部からの飲み物の持ち込みダメだよね。入り口で持ち物検査あるし、なんで持ち込めたの？それ以来ディズニーランド行ってないから今どれくらい手荷物検査厳しいか知らないけど、当時は余裕で持ち込めたよ。自分では、酔ったまんまディズニーランドを案内した気になってた。リュックの中のビール飲みながら閉園前の花火を見てたら、彼女が、今言いたいことあったけど、やめとく。お酒飲んでない時連絡してね。って言って帰った。結局、酒を飲んでない時が一時もなかったんで連絡できなかった。いくらなんでも、飲酒のせいで大切なものを失ったことくらいは俺にもわかる。だけど、自分に向き合うのは本当に難しい。向き合えないから逃げる。逃げる先は酒。本格的に酒に逃げていくと、連続飲酒状態に陥るしかない。もう、飲酒を咎める優しい人もいなかった。そのまま、またあの合宿が近づいてきた。飲みサーといえど、企画、手配をする奴らはいる。俺らはそういう頭を使う役割の頭数からは外れていた。合宿行きます？と聞かれたので行く。と言って何も用意も手伝いもせずに当日を迎えた。またあのバスの中、俺と同じく完全に連続飲酒状態になっていた友人は個別に酒を用意していた。バスの中でブラック日課の瓶を開ける俺らを、新入生は大笑いして見ていた。俺らも、調子のいいマイクパフォーマンスで受けを取っていた。そこで、くっつり記憶が途切れる。目が覚めると、翌日の昼の2時頃、ものすごく胃が痛くて、体が痛い。周りを見ると、俺一人が広い部屋にいて他に誰もいない。荷物もない。おかしいな、と思って部屋をうろついても、何も思い出せない。よく見ると、自分のものではない T シャツと短パンを履いている。もう、何がなんだかわからなくて部屋から出ると、隣のもう一部屋借りた女部屋の前に同級生がいた。俺が起きたことを部屋の中に伝えに行く同級生。何がなんだかわからない俺。隔離される下級生と先輩。さっきいた部屋に押し戻され、同級生からゆっくり言い聞かせるように話を聞く。かいつまんで言うと、バスの中で完全に酔った俺ら二人は、宿に着いてもひたすら飲んでた。誰も飲めと言ってないのに飲み続けるから対応に困った。酔って後輩に絡みまくった。自分たちも暴れて宿を壊した。
笑って見てる人もいないのに、自分たちだけ大笑いしてふざけまくってた。先輩に本気で注意されてもゲラゲラ笑うだけで手に負えなかった。夜になると、俺が女湯覗きに行こうぜ、と大声でゲラゲラ笑いながら叫んで困った。それに同調した酔っ払い仲間が、全裸で部屋から露天風呂に歩き始めて皆で止めた。そいつは、千鳥足でこけて机の角に頭を打って骨が見えるほどの怪我をして救急車で運ばれた。親も来ている。悲しい感じになってきた。まだこれが序章なんだよな。俺はそんなことも気づかず、後輩に絡みまくってゲラゲラ笑ってたら、キレた後輩二人にボコボコに殴られた。後輩はそのことを謝りたいから今連れてきていいか?ってことだった。本当に何も覚えてない。体が痛い。同級生が後輩を呼びに行っている間、一人で T シャツ脱いでみたら、胴体全身青あざだらけだった。するとじんじんいたんだ。俺をボコボコにしたという後輩二人は、本当に真摯に謝ってくれた。俺は、自分がしたことの全容もつかめず、としか言えなかった。みんなの強い願いもあって、俺はそのままタクシー代と新幹線代を渡されて自宅に帰った。サークルに二度と顔を出せないと思った俺は、そのまま夏休みの間バイトにも行かなくなり、ひたすら酒を飲んで過ごした。そのサークル合宿で俺らがしたことは、聞いたことなんか氷山の一角らしいんだけどね。もう聞く気力もなかった。そもそも自分らは酒でしか繋がれてなかった関係だから、酒さえ飲めればなくなってもよかったんだ。その後、2年の後期と3年の丸1年、俺は大学で誰とも話をしないで過ごした。リュックには缶ビール。去っていった人より、酒がそんなに大切なものだったのかな。しかし、就職活動の時期になって、焦りを感じ始めてもいた。大学生活はこんな腐敗した感じで終わった。でも、就職すれば一発逆転できるかも。とふつふつと希望も湧いてきた。連絡取れなくなった、頭に怪我した酒仲間のあいつは、大学を辞めたらしい。もうどこで何をしているのかもわからない。就職活動を始めて、エントリーシートを片っ端から送ってみた。もともと、やりたいことなんかない。何でもいいから送ってみた。けど、エントリーシートは通るから一次試験に向かう途中、怖くて酒を飲んでしまう。酒を飲んで試験を受けて、帰りの電車でまた酒を飲む。泣きながら飲み始めたのがこの頃。この頃、手が震え始めていることに気づいた。酒を切らしていると廃人状態で、被害妄想が激しくて駅のホームで叫びながら髪の毛引き抜いてたら駅員さんに救急車呼んでもらったこともあった。この頃、親も完全に俺の異常に気づいていた。24時間酒を飲んで暗い部屋にこもる俺を見て母は泣いてた。父は、とにかく俺が就職できるようつてを頼ってくれてた。結局、俺はトラック運転手の仕事に就いた。周りに大卒なんか一人もいないから、俺は大卒であることを隠して働いた。不思議と、トラックを運転している間は、酒を飲みたくならなかった。仕事はむちゃくちゃ辛いけど、酒を飲まずに働いて家に帰ったら晩酌する体力もなく寝る日々は幸せだった。話が戻るけど、大学生時代就職活動の時に履歴書に書ける事柄が何もなかった俺はとりあえずのボランティアとして献血に行った。けど、あまりに肝機能の数値が悪いんで献血させてもらえなかった。その後、検査の結果でガンマ GTP600 超えの通知が来た。それってどのくらいヤバいの?一般人の数値は言っても50とか。はじめは、4トンでルート配達してた。その頃は本当に平和だった。稼いだ金で両親と妹とグアム行ったり、その間一滴も酒飲まなかったり、生きててよかったって思い出もできた。その時の写真を見ると、涙が出る。機械飲酒って言って宴会とかの機械に飲んでるうちは大丈夫らしいね。飲み会でもないのに飲み始めた。つまりスレ主でいうところの友達に勧められて食堂で飲み始めたのが転換点だな。
上司もめっちゃいい人で、家とか呼んでくれて、うち子供いないからお前を息子だと思って嫁さんといつもお前の話ばかりしてるんだ、とか言ってくれて、本当に辛いことばかりだったけど、泣いてる俺を抱きしめてくれたり、本当の親と同じくらい信頼してた。ルート配達は一人の仕事だったといえ、目まぐるしくて酒を飲みたいって気にもならなかったんだけど、4年ほど働いてから転機が訪れた。大型取って長距離やらないかってことだった。給料もそんなに上がらないんだけど、信頼されてるってのと、大型免許取る面倒見てきてるって期待に応えたくて頑張った。すげえな。4年も飲まずに頑張ったのか。そうだね。よく考えたらすごい。上司が親父の知り合いで、すごく事情知ってたんだと思う。飲み会の時も、こいつ飲めないんだ。だから俺が代わりに飲むわ、ってかばってくれてた。大型免許を取って、とにかく長距離を走るようになった。初めの頃は、SA で寝るのも旅みたいで楽しかった。頑張ってたと思う。しかし、仕事をやればやるほど忙しさが増してくる。たまに家に帰れる時、家でリラックスしたいって気持ちが強くなっていく。寝ても寝ても疲れが取れない。たまの休みの日、コンビニに行って弁当を5つくらい買って枕元に置いて、横になる。目が覚めるとコンビニ弁当を食う。満腹だから寝る。起きたらコンビニ弁当を食う、また寝る。って繰り返しをして、また出勤してた。その休日のルーチンの中に、酒が入ってくるのは時間の問題だった。酒を飲む、弁当を食う、寝る。酒を飲む、弁当を残す、寝る。酒を飲む、寝る、酒を飲む。って感じで。とうとう出勤1時間前までイチコをグビグビ飲んでる朝が来た。その朝、とうとう爆発した。泣き叫んで、わめいて、酒瓶を床に叩きつけて、カッターナイフで自分を切りまくって、血まみれで床を叩いて親が起きてきた。両親も泣いていた。そっから、救急車で運ばれていろいろありながら入院生活を送ることになった。仕事をどうやって辞めることになったのか、俺は知らない。あれから、ずっと家にいながら、たまに犬の散歩に出かけたり、親に頼まれた買い物をするけど、その度思うことがある。今、よほどひどい田舎に住んでもいなければ、往復30分以内で酒が100円ちょっとで買えないってことはない。こんなに簡単に病気が変えるってすごいことだよ。1000円ちょっとで、焼酎のでかいパック買えるよね。あれをもう存分飲めたら、たった1日でもう全てが、台無しになるんだよ。1000円札1枚でだよ。俺は、1000円札1枚安心して渡せない人間なんだって思うと、また暴れたくなる。今まで、正直、何度もたった一滴のアルコールから始まって全てを台無しにしてきた。今は何歳？ 37 歳。今からやり直そうって思えばいくらでもやり直せる年齢やな。今は何してるの？無職。酒飲まないで済む仕事なら高望みしないからやりたい。全部読み終わった。春から大学生で一人暮らしだから気をつけなきゃいけないと思ったよ。酒についてはよくわからないけど、やっぱりこういうのって一番最初が大事だと思うんだ。